いやー、にしても生きてる間に実物大ニューガンダムが見れるなんて感動の嵐だぜ。次のエントリーグレードもまさかのニューでしたし、来年はニューガンダムの年と言っても過言ではないのでは。いやいや、それは言い過ぎだって。はっ。私抜きで盛り上がってんじゃねえ。うわー。お前なんてとこにいんだよ。画面右上ですけども。大抵の意味ないから早く降りてこい。よいしょっと。いやーにしても実物大か。場所はどこなの？初期ガンダムとユニコーンは関東だし、また関東に建ててくれたら移動が便利。福岡ですぞ。それって右側。いや九州。大阪ぐらい。ここより左。めっちゃ遠いじゃん。君弱すぎだろ。うるせえ、こっちとらチリの授業寝ててたから知らねえよ。偉そうに言えることじゃねえから。でも行ったことない県ってそうそう覚えなくない？それはまあわかりますな。ってことで来年になったら新幹線か夜行バスで行きましょう。は、普通に安くて早い飛行機でいい。無理無理、飛行機なんてやだ。なんであんな鉄の塊が飛んでんだよ。怖くて乗れねえよ。いやお前の好きなロボットものだって空飛んでんじゃねえか。全然足がついてねえ塊とに即歩行ロボット一緒にすんな。それに好きなロボットで死ねるなら本物だ。ということで今回はニューガンダムのアーマーを作っていきます。用意するのはユーラベンガンダムと以前相撲で使ったニューガンダム。フェイクニューユニットにここには映ってないけどフェイクニューウェポンズよ。では早速ニッパーでパチパチ。完成。ロク。いやいやお前他にもなんかあったろ。似てるパーツ多いけどカットしすぎだ。正直に言いますと、録画撮るの忘れてました。お前 YouTube 何年目だよ。もうじき2年目ですね。2年もやってるならもう少ししっかりしてください。割とマジな説教で草ですぞ。というわけで先ほどの動画でフェイクとニューの違いは分かっていただけたかと思いますが、私のだけでわかるわけねえだろ。という人もいるので簡単に説明しますと、アーマー自体のサイズは大してニューと変わりません。ただフェイクの方はところどころトゲットや丸みを帯びてたりしてますね。でどうするんだ。形状が違うといじるのも一苦労だぞ。そこは簡単ですよマサオさん。マリサです。サイズや形が似てるなら移植してやればいいのよ。違ってて入らなかったの見えましたけど。なもん軸側少しカットしてやれば。ほら入った。だいぶ力技ですな。入ったことには変わらないしいいのよこれで。次は裏のスラスター部分、みたいなとこね。最初はパテで長方形見たくしようと思ったけど、面倒そうだったんでカットソーで切って、内部の方もニッパーや、デザインナイフで削ってけば、入り口ができるから、したらニューの同じ場所のパーツ差し込めれるようになるわ。あとは気になる箇所はカットしてプライタ貼り付けたり、ピントが合ってませんけど、心の目で見てください。むちゃくちゃよな。さっき切ったとこに光効果パテ使って接着って、とりあえず足はこんな感じね。結構簡単でしたな。でしょ？まあ足の可動範囲全然ないけど、簡単にしすぎて弊害出てんじゃねえか。次は肩だけど、ここは合わせ目消しと、尖ってる部分のま、なんで物騒な言い方してんだよ。では早速ざっくりして、おお、取れないだけで結構ニューっぽくなりますな。残った部分はヤスリで削って、接着剤使って合わせ目消したら、穴ぼこできたとこはパテで埋め埋め、乾燥したら削って塗装後に左のやつ貼ろうと思ったけど、なくしたんで別の使うことに、管理がバカバカよ。大丈夫、他のパーツもなくすから、全然大丈夫じゃねえよ。スカートはニューの後ろ使いたいんでまずは出っ張りをカット。ヤスリで平らにしたら、ユーラベンの接続軸をいただくわ。なんか少しもったいない気がするな。大丈夫大丈夫。パーツ取り用のユーラベンあと3個ほどあるから。買いすぎだろお前。したら内部に埋め込んでこんな感じ。試しに刺してみたけど色々スカスカで見えちゃってるわね。元の比較と結構違いますからな。なんでさっき埋め込んだ部分は接着剤で固定して、軸穴が見える箇所はプライタで貼り付け、その場面は取り忘れた。パーツ使え。次は武器のライフルとバズーカ。言うてバズーカは合わせ目消しとあとは目加工するだけなんだけど、問題はライフル。と言いますと、見てもらえばわかるけどトリガー部分が囲ってあって、コアの手じゃ中途半端な感じになるのよ。ならニューの手使えばよろしいのでは。手のサイズ違うから違和感バリバリなんで却下。ゲームしながら考えた結果、ある程度の部分を取っ払って、スプレーガンを移植しようと思うわ。上の部分削ってね、そうすればコアの手も違和感なく持たせれるし、ちょっとしたオリジナル感出るしね。ではではこのパーツたちをカットして、合わせ目消し。処理が終わったものがこちら。断層と出っ張り部分切ってるのは何か意味あるのか。断層部分切り離してるのはそのままくっつけると玉が入らなくなるからよ。出っ張りは形状が面倒で処理がだるいから別のパーツで貼り付ける予定よ。で断層の上にプライタ貼り付けて塗装後に接着。ライフルの下が寂しいんでアースリーで余ったパーツを使って見た目変えてみたわ。コアの武器感出てていいな。次はバックパック。既存の接続軸だとコアのと合わないんで、削って無理やり合わせていこうと思うわ。コア付属のパーツじゃダメなのか。見てもらえばわかるけどだいぶ違うのよ。しかも真ん中出っ張りもあるせいで無駄に空間できちゃってるし、なんでまたゲームしながら考えた結果、出っ張り部分をカットしてバズーカラック用の穴にコアの接続軸移植することにしたわ。それだとバズーカつける部分なくなるけど、そこは邪魔にならない横側に移植すれば問題なし。ちなみにやってたゲームは、エッチなゲームだと思ったよ。適当な位置に印付け、ドリルで穴開けて、内部にポリキャップ入れたらぐらつかせないためにパテで埋め埋め、ラック部分はそこら辺にある 3mm プラ棒を真鍮線と接着剤で固定、接続部分は固定したら穴部分はさっき使ったパテで埋めて、元ラック部分は適当にディテールアップパーツ貼り付けて隠せばバックパックも終わり。
で一通りくっつけてみたらこんな感じよ。ちなみに腕パーツはユーラベンの、だいぶそれっぽい形にはなってきたな。あとはディテールアップパーツとプライタ切ったもの用意しとかなきゃ。それよりも右下の支援機のことは触れないのか。彼は改造しないから放置プレイ中よ。忘れてた。手のパーツは今回ビルドナックルズの M を使用します。あなたはどっち？私は S かな。チームの話してんじゃねえ。で、ハヤスリが消して汚れたパーツを軽く洗って、乾いたらガイドテープ貼って筋彫りしてきましょう。ちなみに人生にガイドなんてものはありません。全然何言い出してんだよお前。というわけでマチコさん、マリサです。今回の購入物紹介コーナーです。それはいいんだが、もう映っちゃってるよ。リアクション取る側のことを少しは考えやがれ。なんかよくわからないツッコミを食らったんですが、おほん。今回の紹介物はこちら。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。カンから、意識イロハ。いやー来たわね。ウプ主が好きな後輩キャラランキング1位のイロハ。そんなランキング聞いてねえから。可愛さ全開のポーズであざと可愛い。内股のポーズでスカートが短くピンクのカーディガンを少し握ってるのもグッド。いやー最高ですな。ちなみにパンツの色はピ。じゃあ塗装してきましょう。まずはいつも通りサフのエボ拭いて傷埋めと下地の色変えて、上からクールホワイト。コン部分はロシアンエアクラフトブルーに。一部マスキング貼ったら、グレー FS36231。関節系はメカサフスーパーヘビー。黄色部分は透光色にクールホワイト混ぜたもの。赤部分はキャラクターレッド。金部分はアーティストマーカーのシルバー。サーベルは蛍光ピンクとクールホワイト使ってグラデーション塗装。一部パーツの裏側は水性塗料のブラック。拭き終わったら全体に艶消しトップコートして。塗装が終わったら、デカールはオリジナルデカールのレッドとリアルグレードニューガンダム用デカール。あと映ってないけどリアルグレードデスティニーのデカール。デザインナイフで切り出したらピンセットで取って、マークセッターを貼る箇所に塗布。爪楊枝で位置調整したら、綿棒で拭き取り。これをひたすら繰り返して、一部パーツにグリーンテープ貼り付けてセンサーっぽくしたら、あとは墨入れにライトグレーとブラック。細かい箇所の塗装はエナメル塗料ブラックとレッド、アーティストマーカーのゴールドとシルバーで、ツイン内は蛍光グリーン拭いてその上からエナメルブラックで塗装したら作業完了。以上、ニューコアガンダムにトロンギヌスワンガンダムでした。今回はどうだった？まあわりかしいい具合の出来だと思うわ。色分けとかもしっかりできたしね。
そうそう、塗装後に気がついたんだけど、なんかニューのサーベルパーツが一部紛失しちゃって、探したんだけど見つかんなかったのよね。パーツが小さすぎて見つからないことはよくありますからな。今回の動画は以上になります。よろしければコメントやグッドボタン、チャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画で。